第2次、西恩寺内閣は、立憲政友会総裁の西恩寺金持が、第14代内閣総理大臣に任命され、1911年8月30日から1912年12月21日まで、続いた日本の内閣である。1911年8月30日任命。 在職日数480日、1911年8月30日任命、内閣発足当初。第二次、勝ツ内閣は反発を主体とした政権だったが、唯一反発の制御が効かない、衆議院については、第一党の立憲声優会による、格外協力を得て運営されていた。政治の主導権や、利益誘導などをめぐって、反発と声優会が、 慢性的に対立する中、高徳事件の発覚が、反発側の責任問題に発展する。政友会の実務を取り仕切る原隆氏は、政友会への政権上と、桂首相の政界引退を要求し、桂内閣は条約改正の成功を機に退陣した。後継首相は、桂の指名で、政友会の西恩寺金持総裁が指名され、 1911年8月30日、第二次、西恩寺内閣が成立した。1912年、二コ師団増設問題が発生。山形有友も筆頭元老が率いる、陸軍閥は、内閣、声友会サイドとは、予算獲得のための条件闘争のつもりであったが、山形から疎まれて、旧中職へ左遷されていた、桂前首相が、政界復帰をかけて、 上原祐作陸軍大臣を焚きつけるなどしたため、上原陸将が辞任、軍部大臣現役部官制によって、後継陸将が得られなかった内閣は12月5日に、総辞職した。後継首相には桂が復帰したが、世間での反発打倒運動が大きくなり、政権継続の目途が立たなくなった第3次、桂内閣もほどなくして崩壊。西恩寺も前後して、 声優会総裁の職を辞任しており、敬遠時代は、名実ともに終わりを告げた。ありがとうございます。